都道府県対抗女子駅伝驚異の15歳ドルーリー守衛里にネットもざわなにこのダイヤの原石。菱形陸上第41回全国都道府県対抗女子駅伝2023年1月15日京都市竹菱スタジアム京都発着第3区3キロで岡山のドルーリー守衛里15イコール津山鶴山中が9分2秒の区間新記録を叩き出し17人抜きの走りを見せた。タイムは速報値38位で第2区の選手から襷を受け序盤から快走。時計を見ながら次々と選手をかわし1キロを2分55秒で通過する。その後も前を行く選手を抜き続け目標とする8分台には届かなかったが21位にまで順位を上げて第4区の選手に襷をつないだ。都大路に現れた驚異の中学生。これまでの区間記録は第31回大会で高松もチムセンビ、薫英女学院中が出した9分10秒で、第36回大会で不破生以来、大類中がマークした9分14秒も上回った。SNS 上では陸上ファンも騒然。まもなく、ドルーリー選手がツイッターのトレンドワード入りし、ドルーリーさんのフォームって本当に綺麗で無駄がないワールドクラス級だと思う。何という走り。すごい。勝手ながらロサンゼルスオリンピックでの走りを期待してしまう。日本の至宝なので大切に育成してほしい。覚えておかないと。これから楽しみ。走りがえげつない。17人抜き。簡単ふ。区間新。何このダイヤの原石など衝撃を受けたファンが多かったようだ。女子駅伝こと次元の走りです。解説の小林優里獅子ドルーリー守衛里のパワフル快走に衝撃。小なり陸上全国都道府県対抗女子駅伝大なり菱形15日菱形竹菱スタジアム京都発着9区間イコール42195キロ。写真笑顔でガッツポーズをする岡山代表ドルーリー守衛里。陸上界のニューヒロイン候補で岡山のドルーリー守衛里、守衛里、岡山津山鶴山中3年、破産区3キロを走って9分02秒だった。区間新記録を打ち立てた。衝撃の快走人気 NHK で解説した08年北京五輪5000メートル代表の小林優里氏さんも中学生離れしている。こと次元の走りです、と声を上ずらせた。腰高でダイナミックなストライド。パワフルな走りで豊かな将来性を見せつけた。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。